っちゃ景色いいよな。え、本当になんか絶景。うん。それでもまだ登っとるんやでな、これ。わあ。いや、これすげえな。あ、でもこれずっと曲がることなく直進ばっかだな。エナに入りました。いいな、この辺は。着いたやろ。道の駅300キロ。300キロじゃない、300メートル。300キロか。今から俺何何県行くね。あ、何、まあ、あれ。お、これは見どころあるんじゃなかろうか。これじゃないの、あの世界最大のあれか。世界最大のやつって。ああ、マジか。いらんところで。いや、違うやろ、本当は。これハイランドかな、これ道の駅やろ。いや、どの道寄りたい。これ道の駅やもん。道の駅じゃなくても寄りたい。いや、道の駅やで、これ。やったー。おばあちゃん家やで。右方向です。右側です。安心。あ、すげえすげえすげえ。目的地は右側です。止まれない。お疲れ様でした。なんでこんな遠い。止まれない。あ、さっきより駐車場少ねえ、これ。なあ。あっちの方とかちょっと駐車場探し。やった、なんか知らんけどいいところ来れたぞ、これは。テンション上がってね。上がっとる上がっとる。あれがあれ、世界最大の水車なら来たいと思ってたリストの一つだ、そもそも旅行で。すげー。え、でも十分でかいよ。でかいとこ。俺最初ガチで観覧車かなんかあるんかって思ったもん、うん、多分あれだろうな、多分世界一でかいって言うやん。いや、そんなんよりもうマジで水車だわ。あ、やべえ、道の駅来て一番テンション上がっとるかもしんない。あなたすごいテンション上がってるね。なんかフラフラする。ずっと運転してからバランス感覚なくなったか。違うやろ、高いからフラフラする。あ、びっくりした。あ、でっけえ。そこに感動するか。違う、だってもう道の駅今まで全部さ動くもんないからさ。なあ、あれか、さっきの音の正体は。ちょっとあれ鳴らしてきて。わろち。幸せの鐘って書いてあるぞ。俺今幸せな気持ちになったよ。俺は幸せじゃねえ、ちょっと恥ずかしい思いになった。すげえでっけえ。でかいな。ああ、これは見に来る価値あるな。よかったよかった。すげえでっけえな。間近で見ると。ちょっとなんかいろいろ調べてみる。あ、まだ無理だわ。あ、うん、あ、でもやっぱり日本一の水車だ。やったぜ。でかー。大きさいくってよ。24メートル。24メートル。ガンダムと同じぐらいだ。本当だね。ちょっとあれか、ゴジラよりかちっちゃいわけか。ゴジラこれよりでかいんか。50メートルだから。倍あるじゃねえか。あ、それ人類勝てないわ。
あーすげえすげえ、水でビッタビタになってますけど、この辺り水でビッタビタなんですけど、この辺りでかっ、取れとる、ちゃんと、いやもう満足するぐらい。さあ皆さん、ここはエナのね、エナ、エナだって、エナだよ道の駅です。日本一高い水車で24メートル、多額な税金を、いやかしい、違う、もうエナない反対側もいい景色ね。ここ来るかちゃうな。いや感動感動感動しとる。なんかさ、岐阜回って初めて感動した懐かしい。懐かしい、知ってる？コック。あ？ごめん、初見。初めて見た。何のキャラ？歌だよね。知らねえ。寒天ラーメン。寒天って溶けないんだ。ああ、冷麺寄りな味系か。そう。なんかすげえ美味しそうな感じ。こっちの方が美味しそうやね、トキより。やめてあげる、だからその余計な一言。なんか食べてみる。ここ美味しそうに感じる。なんか単純にちょっと寒天ラーメン興味あるなと思う。ところてんでしょ。はあ、夢のないことを言うこの人はいちいちもう。違った俺。人がすげえ多いんだ。でもさ、すげえ美味しそうに感じるんだよ。チラシ寿司セットに置くのこれ。これで750円だぞ。めちゃお得じゃないこれ。あ、結構ボリューミー。だろう。今度ソールドアウト。あ？ソールド、あ、売り切ればっかり。食券のあれ？うん。使えないじゃん。あ？使えないじゃん。うん。この時間で1時前かまだまだ十分書き入れ時なんだよな、時間的に言えば。でもすごいね、食券が売り切れるぐらい。うるせえ、カン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 。幸せになりたいもん、みんな。ところてんのラーメンもなかったしも。ああ、寒天のやつ、うん、ところてん、ところてんごめん